こんにちは、兄です。仮面ライダージオウが始まってもうすぐ1ヶ月ですね。早いね。で、今日は今まで発売されたライドウォッチをね、順番にゆっくり見ていこうと思います。それでは行きましょう。まずはこちら、はい、これがないと始まんないですよね。ジオライドウォッチでございます。周りの部分はクリアの乳白色になっていて、後ろ側は黒い感じですね。で、回していくと仮面っていう字とした年号2018年になっております。これはね、時空ドライバーに、同梱してるような感じで、単品での販売はないよね、デラックス版は。ガチャとかね、食玩でもあるんですけども、ちょっと仕様がね、違うので、やっぱりデラックス版が欲しいところですよね。はい、ゲイツライドウォッチですね。ここのね、形がちょっと変わっていて、ジオウと並べるとこんな感じ。四隅の部分にね、ネジみたいなものがあって、ちょっとごつい感じですよね。で、色は赤でクリアになっていて、後ろが少し透けていて、裏側は黒色になります。回していくと、仮面で2068、50年後の世界から来たライダー。50年後生きてるかって言われるとすごく難しい感じがするな。健康に気を使って頑張っていれば生きてるかもしれないんだけども、ちょっと無理なんじゃないかな。多分ダメだと思う。で、50年後ね、ライダーコンテンツが生きていれば2068年ね、仮面ライダーゲイツ放送してほしいですよね。50年後の世界って一体どうなってるんだろうね。意外とあんまり変わってないかもしれないよね。ちょっとここら辺は時が流れてみないとわからないところでございます。次はビルドライドウォッチでございます。回すところは赤い色で、後ろが青色になります。で、この部分はね、クリアとかではないですね。回していくと、よっとビルドのマークが出てきて、年号は2017年になります。で、これはそうね、発売の時期がちょっと面白くて、放送始まる前ね、8月に発売でしたね。確か劇場版の公開時期に合わせて発売みたいな、そんな感じだったと思います。ここ数年ね、映画公開の時にこういった形で次のライダーのアイテム発売っていう流れありますよね。これはしばらく続くのかもしれないです。次はエグゼイドライドウォッチでございます。このライドウォッチはすごい色が綺麗だよね。外側の部分がピンク色で、後ろ側は黄緑でございます。回していくと、はい、ここにエグゼイドの変わって、年号は2016年になります。もう2年前になるんだよね。早いね。次はゴーストライドウォッチです。周りの部分がオレンジ色で、後ろ側が黒い色。中の絵柄は目玉と2015年ですね。で、これは単品販売なしで同梱した形になるんだけども、何に同梱して買ったかっていうと、デラックスライドウォッチホルダーね、これに同梱されておりました。あとは時空ドライバーとこのね、ホルダーのセットになってるやつにも一緒に入ってたと思うんですけども、ちょっとね、1個では買えない珍しいタイプのライドウォッチになります。次ははい、ドライブライドウォッチでございます。周りの部分は黒っていうよりかはちょっとガンメタみたいな感じかな。で、後ろは真っ赤ですごい綺麗ですね。回していって、
ここにドライブのマーク、下の年号は2014年になります。ドライブもね、ついこの間やってたような感じなんだけど、もうこんなに時間経っちゃってるんだね。本当もう毎回ここの年号を見るたびに、そんなに時間経ったっけっていう言葉がついつい出ちゃうね。次は、はい、フォーゼライドウォッチでございます。ここの周りの部分がオレンジ色で、裏側が白色、目玉焼きみたいな感じな色に見えるね。でゴーストにこう配色がちょっと似てるっていうか、オレンジに白黒でね、ここら辺のこう色の感じも面白いですよね。で回していくと、よっと、こんな感じで、ここにねフォーゼのマーク、仮面ライダー部のマークって言ってもいいのかな。で下の部分、年号は2011年になります。ドライブからねちょっとこう間が空くような感じで、ガイムとウィザードがねまだライドウォッチ発売されておりません。次は、はい、龍騎ライドウォッチでございます。周りの部分は銀色で、後ろ側赤ですね。ドライブの赤と比べるとこういった感じで、まあパッと見同じような感じに見えるんだけども、やや龍騎の方が明るい感じがするかな。ちょっと朱色っぽいみたいな、そんな気がします。で中身を見ていくと、よっと、おなじみの龍のマークに2002年ですね。フォーゼからここまで飛ぶので約10年ぐらいね、こう飛んだような感じになります。平成1期のライドウォッチは今のところ龍騎のみですね。この後どんどん発売されると思うんですけども、すごい楽しみだね。次は、はい、クローズライドウォッチでございます。これは時空ドライバーをね購入した時に初回特典でいただいたやつですね。ちょっと仕様が違っていて、ここのボタンはダミーで、ここを押してね音を鳴らしていくっていう感じになります。回していくとドラゴンのマークが書いてあって、2017年ですね。発行ギミックもないので、ここら辺はねもうシールベタ貼りになっております。次は、はい、グリスライドウォッチでございます。これは一般販売ではなくて、プレミアムバンダイからの発売ですね。もうね始まったらすぐにプレ版が出てくるっていうのはちょっとびっくりしたっていうか、まあ前々から準備していたんでしょうね。直接そのね劇中でジオに絡んでくるわけではないので、コレクションアイテムっていう意味合いが強いと思うんですけども、今後もねプレ版からこういった感じで発売されるのかもしれないですね。で縁の部分は金色になっていて、後ろ側は黒いガンメタみたいな色ですね。回していくと、中の絵柄はロボットのお姿と、あと年号2017年になります。次が最後になります。はい、バイクライドウォッチですね。まあこれをねこのグループの中に入れていいのかちょっと何とも言えないところはあるんですけども、一応ライドウォッチなので入れていきたいと思います。音声遊びとかねそういったことはできないので、ここのボタンとかも押せないです。まあ変形していくとバイクになるっていう、そういったおもちゃですね。はい、以上が9月末までに発売されたライドウォッチになります。いかがだったでしょうか。全部で11種類あって、おもちゃに同梱されていたものがジオライドウォッチとゴーストライドウォッチの2個、あと単品で発売されたライドウォッチが一般発売が6種類で8個、あとプレ版で発売されたグリスで9個、あと特典でいただいたクローズライドウォッチで10個、最後はバイクライドウォッチで11個という内訳になります。まあ、9月ねかなりの勢いで発売されましたよね。この後も多分ね勢いは止まらないと思うんですけども、
まあ、平成1期はねまだ全然ですし、2期はダブル、オーズ、ウィザード、ガイムが残ってるのかな。であと食玩ガシャポンもね、ちょこちょこ出てきているんですけども、今のところデラックスと同じような感じなものなので、僕買ったりとかね回したりとかしてないんだけど、まあ、今後ガシャポンオリジナル、食玩オリジナル出てきたら買うかどうか、ちょっとそこら辺ね今考えております。コンプリートとかはねさすがにちょっと難しいと思うので、まあ狙わないと思うんだけども、まあ、できる限りねライドウォッチ買っていきたいと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。